日本の音楽史を変え、トノバの愛称で親しまれた加藤和彦。His band, and he was the leader of it. So he brought that all together. 誰もやったことないインフラから作り始めるみたいな。とにかくファッショナブルでかっこよくて時代をまとめましたね。これは数々の名曲とともに隠された逸話を語るドキュメンタリー。知的な好奇心がとても強い人ですね。加藤さんと一緒にやるっていうことは位が上がる的な。こだわりはもう半端じゃなくて。加藤和彦みたいな男に会ったことがないね。トノバンが残した名曲はこれからも語り歌い継がれていく。トノバン。